ビルギット・プリンツはドイツの元女子サッカー選手。フランクフルト出身。1FFC フランクフルト最終所属。身長179センチメートル、体重76キログラムの大型フォワードであった。女子サッカーを代表する選手の一人で、2003年から2005年の3年、連続で女子部門において FIFA 最優秀選手賞に選出。 ドイツ年間最優秀女子サッカー選手賞にも2001年から2008年まで8年連続で選出された。また実現こそしなかったが、イタリアセリエ A 所属のクラブペルージャのガウチ会長が男子チームでの起用を目的に獲得に興味を示したことでも話題になった。幼少からサッカーに親しみ、17歳からはフランクフルトで初の女子サッカークラブ1。 FFC フランクフルトに所属して活躍した。2002年からは、ウサのキャロライナカーレジに移籍し、15試合の出場ながら12得点、8アシストと大活躍し、この年、クラブはリーグ優勝を果たした。2000年シドニー五輪、2004年アテネ五輪と2度のオリンピックにドイツ代表の中心選手として参加し、両大会で銅メダルを獲得した。 フィファ女子、ワールドカップには1995年スウェーデン大会からメンバー入りし、同大会準優勝を経験、自身もグループリーグのブラジル戦で1得点を挙げた。その後の大会でも引き続き代表に選出され、2003年アメリカ大会では7得点を挙げ大会得点王と MVP を獲得しチームは初優勝、2007年中国大会も5得点を挙げて、 チームの2連覇に大きく貢献した。自国開催となった2011年ドイツ大会では、ブンデスリーが2010から2011シーズン中に、追った怪我が元で不調に陥り、大会開幕後も一向に、調子は上がらず、グループリーグのカナダ戦とナイジェリア戦は、スタメン出場するが、どちらも試合後半に途中交代を命じられ、以降は、ベンチメンバーとして臨んだが、 出場機会を与えられることはなかった。チームはグループリーグを1位で通過するも準々決勝で日本に延長戦の末敗れベスト8で敗退し、自身も無得点。同年代のサワホマレア、アビーワンバックラが輝きを放ったのとは対照的に個人としてもチームとしても不本意な結果に終わった。大会終了後にドイツ代表から引退、翌8月に所属クラブと、 ドイツサッカー協会を通じて現役を引退することを表明した。ありがとうございます。